切られました。1コーナー左回りのこの4キロのコース、非常にハイスピードのポジション取りが非常に難しくなってきています。ね、あっと接触がわずかにあったか。まだ食らいついていく、まだ食らいついていく、まだ諦めていません。並びかける、2番手争い、アウトから並んでくる、川尻アウトから並んで前に出る、川尻前に出た、ラマもしかしまだ諦めない。今トップで山田選手がまず真っ先にチェッカー、そしてその後ろは結局川尻が逃げ切りました。川尻逃げ切った2番手、3番手にポールスタートアンディカラマン、マルガバ選手と後ろで今接触があった。あ、上位でも接触がありました。ホンダの中チェリ選手が今トップを今守っている。あ、しかしここで川尻が前に出た。川尻がようやく高橋をかわしました。川尻ようやく今1コーナーで高橋をかわして前に出た。2番手に上がってきます。ようやくかわしました白いマシン川尻が先頭行く吉田との間隔をこの後詰めてくるんでしょうか。現在6周目の周回で山田選手が3位に上がってきたんですね。山田選手が今高橋をようやくかわしました、はい、いよいよ8周目ファイナルラップへと入ります。とか抑えてポジションをキープしたいところ。あっと先頭の吉田がテールを流した。ここでトップが変わった。川尻選手は今トップをキープ。このポジション最後まで守れるんでしょうか。激しい戦いになりました。うーっとわずかにマシンが揺れる、わずかにマシンが揺れる。さあどうだ、コントロールライン上ギリギリの戦いだ。どっちだどっちだ、どっちが前だ。山田これは、いや川尻だ、川尻です。川尻に変わりました。なんと 0.012 秒差。 What a race. Unbelievable. スタートが切られました。まずは韓国のチェがポールポジションスタート、いいスタートを決めていったようです。しかしその横に山中が並びかけていきます。さあ1コーナーにインドネシアのアンディカ・ラマ、マウラの選手がこれでトップに立ちます。さあまだオープニングラップ各マシンが先陣争いを繰り広げる。チャンピオンに一番近い位置にいるこの2人のドライバーポジションを上げてきています。ここで2台並んだライバル同士、一旦山田がここで前に出ます。おっとっとっとっ と高橋選手が今山田選手のインをついていったんですけれども止まりきれません。さあそしてスターシャイに追いついた、山田追いついた、ここで前に出ます、ここで前に出ます。山田選手が1分44秒960、ここでファーストスト更新です。諦めないところがすごいですよね。すごいですね、44秒6。今ちょうどラップタイムで1秒早いんですよね。あーもうしかしここで狙ってくる、狙ってくる、インをついた、インをついた、並びかける、並びかける、前に出ました。しかしまだ諦めない、ここでインを狙ってくるか、並びかける、再び並びかけます。最終コーナーに入りました。さあ山田今立ち上がってきました、山田立ち上がってきました、トップ、トップをキープ。そして今チェッカーの裏切りを受けます。山田選手優勝。